チオン。どうも、三世R&Dのスイッチオンマンとガロを愛し、愛されている男、ペカルディ・ビセットのおじゃです。はい、そしてですね、本日はスペシャルなゲストのお二人来ていただいております。ジャムプロジェクトさんより奥井正美さん、北谷博さんです。スイッチオン。さあ、ということでですね、今回はお二人が来てくださっているということで、はい、いろいろとですね、情報告知をさせていただきたいと思います。なんといってもですね、ジャムプロジェクトさんの新曲テレビドラマ「ガロ鋼を継ぐ者」エンディング主題歌「それは汚れなき修羅の涙」がですね、なんと本日3月27日リリースとなっております。なんとさせてよ。もーちゃんどうよ、新曲の感想とか印象知ってます？もーちゃん、ドラマの方も僕バッチリ見てます。そしてバッチリ聴いてます。ありがとうございます。やっぱ鋼の本編の通りというか、歌詞を見たら分かるなっていうのを想像できるような作りになってるので、すごくいいんですが、実はもう一曲ランっていう、挿入歌、あれがめちゃくちゃ良くて。本当ですか？ポイントとしては、いつも曲の中でガローっていうワード入ってるじゃないですか、ランでも入ってるんですけど、あ、今回はそういう感じで歌われたんだっていう、いろいろガロの発音というか、バリエーションあった中で、まだその歌い方あったとかっていうところもあって、そこでちょっと痺れましたね、僕は。じゃあ、そのあたりは、今回の、まあ、新曲、シングルにも収録されている、はい、まあ、ラン作曲をですね、いただきます。わー、生で弾ける。担当されていくということで、はい、そのあたり何か意識されたこととかってあるんですか？いや、やっぱりもう僕はガロの今までの本当の世界観をに続いてみたいな感じでやって、はい、で、まあ、それはの方は珍しく福山雅治作曲って多分初めてだと思うんですよ、ガロの中で。はい、はい、なのでそっちのと、まあ、対比という感じで、はい、なるほど。でそちらの方を意識しながらという。そうですね、はい、そういうことなんですよ。さあ、そしてですね、もちろん、それは汚れなき修羅の涙、こちらの作詞の方、はい、奥井さん、はい、ということで、はい、こちらはどうでしょうか？どういうその、ことを考えながらとかですね、どんな思いを込められているのかなっていう。そうですね、やっぱりあの、まあ、ドラマ の、 やっぱりこの作品があって、まあ、オープニングもエンディングもそうですけども、そこをやっぱり一応立てるのがあの、ね、主題歌というものなので、一応この制作さんのもやっぱりご希望とかもあって、今回はもうちょっとあの、なんていうの、激しい曲じゃない曲でっていうことがもう前提にあったので、ね、あれもあのもちろん北田みんなでも作ったりして、あの福山さんの曲が選ばれたんですけど、まあ、歌詞の方も歴代のガロの曲とはちょっと変えたというか、でそのやっぱガロっていう言葉をあまり使わないように、闇というところを結構前面に押し出す作品なので、ただ光の方だけではなくて、闇をどう向き合ってどう乗り越えよう、ああ、そう、まずい、なんかすごくそういうところを書かなきゃいけないから、であとはちょっと楽曲の持つあのちょっと色気のある感じなので、そこを、うまいことそのなんか言葉で表現できたらいいなと思って作りました。ということでですね、これらの新曲なんですけれども、はい、なんと、発売記念イベントですね、明日3月28日東京はラインキューブ渋谷さんで開催されるんです。はい、ありがとうございます。シーカーもですよ、こちらがですね、内容お聞きした内容がびっくりするぐらい盛りだくさんになってまして、今もしかしてここに出てますかね、はいはい、まずジャムプロジェクトさんによるミニライブ、わー、もちろんの、もちろん、そしてスペシャルトーク、わー、さらにお見送り感、最後までちょっとキャラじゃない感じの、はい、何でもやるな。でさらに、はい、ジャムプロジェクトと見るガロ鋼を継ぐ者最終回最速上映会、すげえ、やばくないですか、そこまで盛りだくさんだ、マジで。2人はなんかその中で特にこう楽しみにしているものとか、もしくはお客さんにここで楽しみにしてきてほしいみたいなのってありますか？あ、そうですね、はい、僕はやっぱあの、まあ、お見送り会的なものは、はい、もうみんな顔を見ながら本当にありがとうっていうのを言いたいですね。それも楽しいですね、すごく、でライブもあのやっとあの衣装っていうか、はい、あの、はい、表一、なんジャケット、表一とか言っちゃったので、あの着てるお洋服を着て、そうですね、初めてですね、なんか
というのもすごくやっぱり地味に楽しみにしております。こちらのですねイベント参加方法なんですが、明日ですね、ぜひ CD 購入していただいて、はい、ライブの方にご参加いただければと思います。よろしくお願いします。そしてさらにガロ鋼を継ぐ者がですね、いよいよ明日3月28日最終回を迎えます。ちょっとね寂しい気持ちもありますけど、テーマですね。そうですね、はい、今作の印象というか、はい、どう？私はね、まあそうですよね、先に詩を書くときに全部本を読むんで、あなんとなくもう形、はい、自分でイメージしたものがこう映像になってるのが、はい、でもいつも以上にその、うん、衣装もそうですけど、はいはい、まあ、着てるお洋服というか、うん、であとホラーのホラーがすごい、確かに作りがすごいよね、うん、だからまあ、そのなんかこう熱意を制作サイドの、うん、すごい気合を感じて見ております、はい、私は、はい、出演者の方とな、んだっけ、あれ パーティーじゃねえか、なんとか会ね、パーティーじゃねえか、もう撮りましたみたいなって言ったんですけど、はいはい、本当に出演者の方に聞いたんですけど、はい、今回本当にアクションがすごかったらしい、うん、もうちょっと出てる方も勘弁してくれよぐらいの過酷なアクションシーンが多かったらしいです、うんうんうん、なのでやっぱ見てるとすごいなっていうのが分かるなと、うん、ちなみに僕らが見てるのはまだ今9話なんですよね。そうなんだ、だからこの先最後がどうなってるのかっていうのはね寂しいけどめちゃくちゃ楽しみよね、どういう最後展開になるのかっていうのはね、本当パチンコだけでガロ知った人とかガロっていうワードしか分かんないような方であれば絶対楽しめるんで、絶対楽しめる、ガロという作品をまだ触れてない人にはぜひ見ていただきたい、はい、はいはい、ということで、最後に、奥井さん、北大さん、日野ことずつファンの方に向けてですね、コメントお願いします。はい、はい、そうですね、はい、まあとにかく皆さん CD を買っていただいて、渋谷に来ていただいて、そしてもう最高の形でお見送りしたいと思います。ぜひいらしてください。はい、ドラマの方もね、本当に最終回まで楽しみにしております。曲の方も一生懸命、楽曲を作りまして、それをライブで歌うのを楽しみにしておりますので、はい、ぜひ皆さん、CD をご購入いただきまして、はい、いらしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ついでにもーちゃん、ファンがいれば、ついでにいるかな、いるよ、知ってるよ、たくさんいるの、はい、まあ、僕もそのリリースイベント参加するので、本日は一緒に楽しみましょう。はい、本日はですね、おさらいですけれども、もーちゃんプロジェクトさんの新曲、それは汚れなき修羅の涙、3月27日リリースとなりました。そして明日3月28日リリースイベント開催されます。さらに明日3月28日、ガロ鋼を継ぐ者最終回、皆さんぜひ全部チェックしてください。で、最後コメつけたようですけれども、パチンコガログッズ、はい、若干ではありますけれども、今回特別にですねプレゼントとして、はい、視聴者プレゼント差し上げますので、詳しくはこちらから概要欄に載っておりますので、こちらからぜひぜひご応募ください。それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしております。それではまたお会いしましょう。せーの。